どうもタクです。いつもご視聴ありがとうございます、えー、今日もね、ちょっといい天気になりまして今ちょっと曇ってきたんですけれどもちょっとカメラを回したら曇ってきたんですけど、えー、せっかくなのでまた外でねカメラを回したいなと思って今、撮っております、えー、今日はね、高校野球の、まあ、3年生最後の大会がやっと開催されるということで、まあ、それについて、えー、最後の大会を迎えるにあたっての心構えみたいなのを、ね、お話ししたいと思います。まあ、ようやくね、まあ、全国で先駆けてて岩手県が開催して えー、それから僕の地元の福島も、今週の土曜日からついに開幕するということで、いろいろありましたが。 えー、大会が、まあ、行われるとで今回、今年に関してはあ日本高野連ではなくてね各都道府県の高野連に、えー、委任されているような形なのでまあ足並み揃えてみんなで同じように大会をということはできなくて、まあ、福島は最後までね、えー、優勝を決めるまで大会はあるんですが他のところは、えー、外も行かなかったりするところもあるみたいで、えー、まあねやり方はそれぞれ別々だとは思うんですがほとんどの都道府県で。まあ 何かしら最後の3年生の大会が行われることができるとまずひとまずね、まあ、これがあるのとないのとではもう大きな差ですし、まあ、どういう形であれ、ね、えー、開催できること、良、まあ、かったなと、えー、個人的には個人的には思っております、まあ、いろんな意見もあると思いますし、大会自体もね、やっぱ優勝しても甲子園もなくて、県大会、えー、まで。 えーいうようよなな感じなんで、まあ、どういうモチベーションで選手、まあ、そのチーム、えー、また保護者、スタッフの人たち取り組んでいくのかっていうところも、まあ、難しいところではあ,りとあると思いますがでもね、ね試合になったらあとはもうね、えー、一生懸命やるだけだと思うんで選手なんかもねねやっぱり、ね、なんだろうこうこ甲子園に行けないもどかしさとかあってもやっぱり試合になったらもう真剣勝負で思いっきり野球をね、えー、試合をね楽しんでやれると思うので甲子園があろうがなかろうが。その 続きがね、あろうがなかろうが同じだと思います、えー、同じ気持ちでね、きっとやれると思います試合が始まったらね、絶対楽しめる、えー、だから、まあとにかくね、えー、この大会があることが まあ良かったんじゃないかなと思ってあとはこの大会が盛り上がることをまあ期待して、えー、僕もね、えー、時間があればちょこちょこ見に行きたいなと思っていますなんだかんだ言ってね、えー、この夏の大会見に行くと感動するんですよ <laughs> なんだかんだ感動するんですよヒット打ったりとかねなんかめちゃくちゃ下手くそなチームだったのに、えー、最後の大会でゲッツーかましたりとかねそういうプレーを見るとあすごいなって面白くやっぱり感動するんですよねそういうこう人の心をね動かせるまあ、この心 高校野球っていうのはまあ僕自身も非常にま好きなのでえま見に行きたいなと思います。しやっぱりこう発表会みたいなもんですよね。いろんなものをなんかねえーずーっといろいろこう鍛錬してきて練習してきたりとかいろいろね身につけてきて最後の発表会えそれをね保護者とかもうこういう指導者の人たちとかがまあ見るとあとはもう試合になったら一生懸命頑張ってほしいなと思います。まその上で心構えっていうことなんですがま僕自身はね僕高校3年生だったのは 2010年なので、まあ、今からちょうど10年前で、えー、と福島県の県大会でえ負けて、まあ、準優勝というのが、ね、あの銀メダルを、ねえー、もらったんですけどもこんなのいらねえと思いながら僕は、ねえー、その高校3年生最後の大会を終えたんですけどもそれでもねやっぱり総括すると楽しかったですね最後は悔しさが残りましたけどやっぱりこう思い出として残っている部分はもう楽しかった、えー、気分良かったし。 えー、本当に最高な思い出としてやっぱり残るわけですよ。でこれはね、えー、まあいろんな悔しい思いとか、えー、なんかこう後悔したりとかする選手もね必ずいると思いますし、僕自身も後悔なかったと言ったら、えー、そう,いう嘘になりますし後悔もあったんですけども、それでもねやっぱ。 絶対あのいい思い出に残るし、やっぱりこれは、えーまあ、ベタですけど、もう10年後も20年後もこう同級生集まった時にやっぱりみんなで、ね、こうまたぶり返して、えー、会話できる、えー、思い出に思い出話にこう浸れる、まあ、こういう一、まあ、つのこう青春の1ページになるんですよね、で僕から心構えとして、ね、ちょっと前置きが長くなったんですけども、僕から心構えとして言いたいことは、1つ、ブレるな。 ブレるなっていうことですね、えー、いろんなやっぱり試合展開だとかそれこそ、ねまあ、今回の高校3年生に、えー、僕が、ね、偉そうに言うことでもないんですけれどもいろんな出来事があってその中でこの大会を迎えたっていう中でやっぱり、ね、気持ちをぶらさないこと。 えーまあ、何か自分の目標、何でもいいですよ、その試合に勝つ、試合に一生懸命プレーするということでもいいですし、楽しむと、えー、いうことでもいいですし、えー、誰かのためにね、ね自分の大切な人のために、えー、この野球の、まあ、発表をあの、表現をしていく、い、ま、ろ、あ、んなこう思いがある中で、それをぶらさずに、どんな、えー、シチュエーションになっても、その気持ちを忘れないことですね、不利な状況になっても、自分にとってなんかこう気分の良くないことが起こっても、起こりますから、そういうこともね、必ずあるんですよ。その中で、えー ぶれないこともう常に自分は何のために野球をやってるのか、ねえー、応援してくれる人のためにやっているのか親のためにやっているのか自分のためにやっているのか何でもいいんですがその気持ちを常にもう自分が、えー、うまくいかの物事がうまくいかなくても行ってもいかなくても常にその、えー、マインドだけは忘れずにそのボールに向かっていくことですね、えー、これを続けられるチーム選手が必ず最後はうまくいきます絶対これは間違いないと僕は思ってます。 結局1試合の中で見てもね必ずこう試合の流れっていうのはありますしもっと言ったら。この トータルでこう大会の中で言ったらいろんな苦しい場面とかってねこう長丁場になればなるほど必ずあるんですよ、その中でやっぱりブレない選手っていうのが最終的にね自分のこうまくいく方向に持っていくことができるんですよね、それができる選手っていうのはブレない選手、どういうつもりで野球をやってるのかっていうのをね常に自分のマインドを忘れないでプレーに向かえる選手、表情とかもそうですよね、それからマインドがブレなければかける声かけがブレないですよ。 常にポジティブな言葉かけができる選手とか常にポジティブな表情ができる選手っていうのはここがねやっぱりしっかりしてると思うんで何のために野球やってるかまあね、えー、もう1回言いますけど今年のね高校3年生いろんなことがあった中でそれでもみんなひたむきに野球に取り組んできたそして最後の大会を迎える高校3年生に、えー、僕が言えることもねこんな偉そうなことではないんですがまあ、ぶれないこと常に自分の何のために野球やるのかと、えー、いうことをね忘れずに顔も 声かけもプレーもすべて、えー、そのことを忘れずにプレーに野球に、えー、取り組んでいただければと思います、えー、いろんなところでね、えー、面白い話が聞けることを、ね、楽しみにしていますので、えー、この最後の大会、えー、も悔いが残ろうが、ね、後悔しようが何でもいいんですよ、必ずいい思い思出になりますから必ずいい思い出になりますから。 え楽しんでやってください、自分のマインドをぶらさないで、最後の最後のゲームセットで、自分の、えー、その大会がフィニッシュするまで、ぶらさないで、えー、取り組んでほしいと思います。えー、頑張ってくださいいありがとうございました